はい、皆さん、こんにちは。一般社団法人、熱中学園の亀井と申します。我々、熱中学園は、もう一度7歳の目で世界を合い言葉に、これまで全国20箇所を超える地域で、大人の学び直しのリカレント教育の場、熱中小学校プロジェクトを統括してまいりました。熱中小学校は、少子高齢化や人口の一極集中といった社会課題の解決を目的に、各地の自治体と共同しながら、地域に根ざした学びを実践することで、 人材育成と新たたな価値創造を目指した活動です今回は新たに食に特化した学びの場を提供する食の熱中小学校を東京に開校し都市部の消費者と地方の生産者を食を切り口とした関わりしろで結び相互理解を深めることで関係人口の創出拡大を目指した事業を実施してまいりましたのでご報告いたします。 今回の授業は、食と環境に焦点を当てた講座や現地実習ツアーなどを通じて、意識の高まった関係人口が学んだ後も引き続きその地域と関わりを持てる環境づくりを目指したものです。座学プログラムは、首都圏の料理家や飲食事業者、食に関心のある消費者などに向けて、食の専門家による講座を東京会場で行ったもので、合計8回実施いたしました。 受講者を募集した際には応募者が殺到し、オンライン配信にも対応することで、定員を当初の100名から最終的には169名まで増員いたしました。座学受講者が任意の地域や産業を選択し、参加した現地実習プログラムでは、全国各地の農業や畜産業、漁業などを実際に体験できるスタディーツアーを開催し、延べ70名が地方の現状や課題を学びました。 現地実習の開催地は最終的に北海道から九州まで10地域12プログラムまで拡大しより多くの地域を巻き込んだ関係人口づくりに取り組むことができました。主な成果を説明する前に実施再生について説明いたします。今回の授業は食の熱中小学校が都市部の住民のためのハブ機能として地方の受け入れ支援先となる行政や共同組合 企業、金融機関などと連携を強化し、また首都圏の企業や団体などの積極的な関与も促進しながら実施してまいりました。具体的な団体や役割は表をご覧ください。食を環境に、食を環境に関する取り組み状況といたしましてや、地方の実情を知り、食や環境をめぐる問題の理解が深まった参加者が、学んだ後も引き続き地域とつながりを維持できる活動を意識して促進したことで、 自発的な地方との関わりに発展した事例もあります例えばツアー参加者による報告会の開催や新たな商品開発の施策都市部の飲食店との新規取引などにも発展した事例もございます今回の主な成果といたしましては参加者からは現地を訪れ保管を活用して学ぶことの重要さを痛感し 体験したことを SNS で発信したり、ふるさと納税や特産品のお取り寄せをするほか、知人・友人を巻き込んでイベントの開催や、現地を再び訪問するツアーなどを企画したいといった感想も寄せられました。受け入れいただいた地方住民からは、異なるバックグラウンドや経験を持つ地域外との人材との交流は、受け入れる側にとっても学ぶところが多く、 新たな体験型観光の需要の発見や生産者の意欲の向上にもつながったという声がありました。こうした感想が示すとおり、今回の取り組みは地域への影響や参加者の変容にもつながっており、地方を巻き込んだ参加者による報告会や特産品 PR イベントの開催など、先ほど挙げたような積極的な関わりが現在も続いております。例えば 北海道目室町を訪問した参加者が中心となり目室町の魅力を伝えるセミナーや、えー、産植品を味わう食会や即売会などを実施いたしましたそして参加者の一部はすでに目室町を採訪しておりますまた高知県を訪問した参加者は本業の菓子製造業を生かして高知県産の生姜やみょうが を使った商品品のの試作をを製造するなど自らのスキルを生かした関わりもままれています今回実施したアンケートでも全員が食に関する新しい発見や誤解や気づき、現場の苦労、新たな学びを得たと回答しており、消費拡大や適正な価格転嫁には、改めて総合理解が重要であるということが分かりました。 地方の日常的な景観や地元商店への立ち寄りだけでも都市部からの参加者にとっては十分非日常的な体験になり地方の何気ない日常体験こそが住民には求められていることにも気づきました次年度以降の事業展開といたしましては食の熱中小学校については今年度の取り組みを継続し座学は地方で活躍する講師も招聘し 現地実習の実施地域は新規開拓して追加することを計画しております。こちらの資料の方には、すでに、えー、2024年4月から始まる入学式から、えー、9月までのプログラムがすで、えー、に計画されておりまして、合計6名のさまざまな多様性のある講師の方々に来ていただく予定です。生徒に関しては、個人と企業経営の入学をそれぞれ強化し、増員することを予定しています。 地方で実施する現地実習については首都圏人材が参加しやすいよう近郊エリアで日帰りや1泊など短期のプログラムの需要がありより多くの方が参加できるものを検討していきます今回実施する中で受け入れる生産者の負担にならないよう橋渡し役となる現地ガイドの育成が重要なことが分かりましたこれに対応するために地方と連携し持続可能な受け入れ体制づくりを目指していきたいと思っております そして本事業によって創出した創出そして拡大した関係人口がそれぞれ役割を持って継続的に地域に関われるよう各地の特徴を生かしたまさに関わりしのの創出を実践することが何よりも大切だということにえ考えておりますまた参加者を飽きさせない魅力的なコンテンツ作りのためにはですね 地元の協力が必須なため受け入れ側を動機づけるメリットが求められており地方側のモチベーションづくりも鍵になります。そのためには地方の旅行事業者などと連携したパッケージづくりを行い協力先にも利益が出る環境づくりを目指してランニングコストについては開催規模を拡大し安定した授業料収入を確保し将来的には寄付金にも依存しない自立した運営を 構築していきたいと考えております最後になりますがこうした職を切り口とした事業首都圏の事業人材にとってはとても参画しやすいテーマだと考えていますまたこうした職を切り口にした取り組みは地方の認知度向上や関係人口交流人口に結びつくとても有用な取り組みであるという,ふうに考えておりまして双方が相互理解を深めることで 各地の日本各地のですね地域や町への愛着そして地域のことを誇りに思うシビックプライドなどの情勢にも生かせていくいけるものだというふうに考えておりますえ今回1年間を通じてですね私自身も全国各地のいろんな生産者さんと触れ合う機会をいただきましたそうした経験を通じて来年度も引き続きですね首都圏の方々と地方の人,人がですね楽しみながら 学びを通じて日本の食を盛り上げて日本全体が元気になっていけるような取り組みをこの後も引き続き実践してまいりたいと思っております本日はご覧いただきましてどうもありがとうございます今後も食をテーマにした食の熱中小学校、えー、首都圏からですね全国各地の新たな街に行って、えー、現地実習のプログラムを開催していきたいと思ってますので 一緒に何か共同ができることがありましたら、ぜひご連絡をいただければと思います。今日は時間をいただきましてありがとうございました。報告は以上になります。どうもありがとうございました。